だって元気元気今回の仕事は学部です。ギターの大地です。ベースの須藤です。ドラムの小松です。8月25日、LINE ケーブル渋谷、ボーンズプレゼンツ、ライブトナイトに出演します。レッドラインの時に朝まで打ち上げしてラーメン連れてってくれてありがとうございます。ああ、そうです、そうです。よかったね。つよしさん、俺をテレビで紹介してくれてありがとうございます。ベースもガン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 バシ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 弾きません。お願いします。ポルツは俺ら結構回ったんで、慣れっこなんで、バシッと決めに行きます。お願いします。以上、アルカミライでした。ありがとうございました。今から行きます。出発進行。そういう演出ね。ありがとうございます。はい。いいね、ハイエースから行ってくるのとか、ちょっと意気込みを感じてね。俺はちゃんと見たのがレッドラインが初めてだったんでね。それまでみんながもうマジいいマジいい、うん、合うやつら、俺が要チェックしてるバンドマン全員がアルカミライのライブやばいって言うから、どないなもんじゃいと思い見て、あーなるほどやべえなと。で打ち上げでも人もみんな面白いし、うん、ちょっと食らっちゃったバンドの一つかな、うん、俺は。そうだね、うん、なんかこう、まあストレートじゃん、うん、歌詞もそうだし、うん、俺らには一周して新鮮っていうかさ、うん、俺らの上司とか俺らの世代とか上司とかはと、うん、いやそれそのままやっちゃうとさみたいなことを、うん、はるか未来もそうだし、うん、それこそシックスラウンジとかさ、うん、あの辺も、うん、あとだから WOD とかもさ、うん、なんかこう俺らが聞いたなんかをこう今こう世代が回った あ今それやるんだ、うん、みたいなバンドのうちのはるか未来は一個な気がすごくするっていうか、うんうん、でただその なんだろうストレートだけど、うん、何気にやっぱり歌もいいし、なんかもちろん歌詞もいいし、あとバンドの一体感が俺はすごい好きかな、うんうん、あと意外にホールももう結構慣れっこっていうところが、まあね、うん、見せてもらうしかないよね、うんうん、だってこの間もホールとか結構やんだねしたら、いやちょっともうモッシュダイブが多すぎてちょっとなんかもうそういうとこないところやりたいなみたいな言って、うん、なんかもう結構あ経験値豊富だなっていう、うんけどなんか俺もその全力スタイルじゃん、うん、俺のライブのスタイルが、うん、まあそのせいで今杖付きの、うん、なんだけど全力スタイルのバンドに俺には見えてるそうだねかな、うん、あそれ近いな俺らの、うん、そう、うん、魂系っていうか、うん、そうね、うん、だからだって全曲ただ攻め攻めなだけじゃなく、うんうん、だからまあ本当に俺らホールツアーは本当に初めてだしやったことないから、そうだね、あのいろいろ勉強させてもらいます。お願いします。お願いします。